ザ。こんにちは。はい。ワンフォーヨゴロクです。今日は。何？日本シリーズの岡田監督ゴロクということで。なるほど。日本シリーズに向けて。あれ、なんで岡田監督っておーんっていうか知ってる？え、知らないです。あ、おーおーんって言うでしょ。はい。あれ、おーんは。そりゃそうよ、おーってかしか言ってないらしいんだけど、はい、伸ばすと最後に、おーん、あ、うんって聞こえる、で聞こえるでしょ、はい、だからそれがおーんになってるんだ。あ、本当はおーだけなんですね。もうね、岡田監督は人気があってか知らんけど、はい、そういう専門家が岡田ゴロク、はい、分析してるらしいよ。おーんまで分析されてるんですか。そうそうそう、大変なことになってる。岡田監督も分析するの大好きですけど、さらにその岡田監督を分析する人が出てきてる。なんで岡田監督っておーんって言うんだ。確かに。うんは言ってないらしいんだよ。おーん、ちょっと伸びたらうんに、最後のあれがうんだからさ、はいはい、おーん、うん、あれはおーなんですね。じゃあ、なるほど、はい、まあね、分析大好き岡田監督ですけれども、はい、日本シリーズオリックスとの対戦、はい、特に初戦の対戦について、はい、記者さんとのやり取り、はい、一問一答出ておりました、はい、面白いよね。面白い、見てると面白いです、はい、まずは初戦、やっぱりどうしても記者さんは山本投手と当たることに関してどうなんだろうっていうことをやっぱ聞きたいわけですよ。まあそりゃそうだな、そうなんです、攻略法とかな。そうなんですよ。監督、山本投手と対戦した場合はどう攻略するんですか、うん、というふうに聞きました。そしたら、それはまっすぐやろ、当たり前のことをやったらええんやから、165キロ投げるまっすぐやったら俺も打てんと思うけどな、普通に考えたらええんちゃうの、まずまっすぐが一番の武器やねんから、ピッチャーっていうのはな、うん、それに合わせて打つっていうことやろ、ということで攻略法としては、まあ確かにね、157、8まで出すよね、はい、でも平均すると155前後ぐらいの球で来るんだけども、はい、そのまっすぐに基本合わないと、はい、他の変化球も合わないんだよ、うん、中途半端になるというか、だからそれを岡田監督が言ってるよな、はい、だからまっすぐにとりあえずタイミングだけは合わせとかないと、はい、そのまっすぐが打てなかったら変化球も打てないって言ってる、うん、だからまっすぐをとりあえずタイミングとしては合わせろっていうことは言ってるよね。じゃあまず選手へのミーティングとしては、そのまっすぐへのアジャストっていうことを、はい、まあもちろんそうだよね。で、打席に入った場合は早打ち初球からっていうことになるのか、それとも見極めてそのストレートをまっすぐだけは打っていいっていうことじゃない、もう他はほっとけみたいな、うんうんうん、とにかくまっすぐを叩けみたいな、うん、でもま、はい、っすぐの軌道でフォークが来ちゃうんだよ。そんな感じで、あれフォークだったみたいな。そうですよね。だから俺が思うのは、うん、耐久で来るのか、はい、三振覚悟で粘って粘って追い込まれるまで、うん、もうとりあえず5回ぐらいまで100球以上投げさせろとか、はい、うん、まあそういうことで来るかなっていう、うん、三振するっていうのは最低3球いるからね。そうですよね、最低でも初球から打ちに行って1球で終わる可能性もある、はい、これは一番楽なことだから、はい、耐久でいくとオリックスも無理させないんだったら、うん、7回ぐらいから変えていく、うん、変えなくて1試合目にそれだけの疲労度を使ったとしたら、はい、次の登板の時にそれが役立つ可能性もある。あ、だからシリーズをトータル的に考えると、はい、俺はなんか最初は耐久できそうな気がするけどね、阪神。おお、そういう作戦で来るということですね。クライマックスシリーズでその山本投手からロッテかなり点を取っていましたよね、はいはい、ということを投げかけたところ、はい、そんなええピッチャーやったらそんなに取られへんやろと初回から3点も、まあ、その時は状態悪かったけどね、山本は、ね、あの時そうでしたよね。ストライクとボールがあれだけはっきりする山本っていうのも珍しかったからね。でなんか取れる可能性があるということやろと、うん、で結局は1年間全部完封したピッチャーやったらもうどないして1点取ったらええやねんってなるけれども、そうじゃないやんか、みんなどっかにあるわけやんかと。ロッテ戦の映像見ましたか？あ、見てない見てない、そんな絶対見てるな、絶対見てる、絶対見てます、絶対見てる。あ、やっぱそうなんだで、やっぱりそのロッテ戦で初回からやっぱ3点取られてるし、はいはい、でそれ以降も取られたというところは、はい、点を取れる可能性があるっていうことは、まあ、そうだな、だからまあ一番はやっぱ立ち上がりにどういうふうな野球の入り方をするのか、阪神が、うん、まあ、阪神の野球の入り方って素晴らしいんだよ、はい、初回からどんないいピッチャーでも自分のリズムができるまで不安定なもんなんだよね、はい、だから初回からピシッと来られるとあダメだと思うけど、だからロッテが初回に3点を取ったっていうのは、まあ、そういうところもあるんだよね。うん、だから、まあ、初回、次は6回、初回6
ぐらいにチャンスを見出そうとはしてると思うけどな阪神は、うん、でなるべくあのロッテ戦の時みたいにその球数を増やしておきたい。だから、まあ、当然3点初回から取られるということは、うん、かなりの立ち上がりから球数はかかったということだよね、うん、だからその初回がダメだったら耐久に行くんじゃない。うーん6回に備えて。なるほど。で、まあ、1試合トータル的にどこでどう攻撃をかけるか、まあ、それはやっぱ岡田監督だったらこう考えてると思うけど。やっぱり記者さんはどうしてもまだ山本投手のことを聞きたかったんでしょうね、はいはい、じゃあ山本投手を打つと大きいですね。いやだから山本って言うけど俺は第一線に投げるピッチャーとしか思ってないよと。なんでそんなに山本って言うんやろな。それが俺は不思議よな。あじゃあ選手もそう思っていたらいいですかね。いやいやいくつ負けたんシーズン通して山本5つか6つくらい負けてるやろと。うちの大竹2つしか負けてないやん。違うって1年間やってなそんなん山本やから最初からははい打てませんってそんなんやったら試合やらんといた方がええやん。もう棄権するわそれやったらバカやんそんなんと。しっかり負け数もね計算してるんだしてる見てますよね見てるんだよしっかり研究してるんだ。大竹なんか2つしか負けてないよっていうところでね岡田監督らしいというか記者さんがなんとかまあまあ そこをっていう、ね、いやただそのマイナス思考になってない指揮官が、はいはい、うんやっぱポジティブに先を見据えてるという監督としたら山本に負ける想定もしてるし、はい、勝つ想定もしてるよ、うん、だからトータル的にこのシリーズをどう戦っていくかっていうのを、はい、やっぱ負けたシミュレーションもやってるし初戦に、うん、勝ったシミュレーションも絶対してるはずだよ、うん、だからそれは記者がこういうこうああいう山本には絶対歯が立たないとか言われたとしても、はい、それでシリーズが終わるわけじゃないじゃん、うん、そのことも岡田監督は頭の中入れてるから、はい、山本だけに取られてることはできないという。確かにそうですよね。そりゃそうだよ。で、まあね、将棋指すことでも有名なので、はい、やっぱり1戦目じゃあ勝ったら1戦目負けたらその先の先まで考えてっていうところも。いやそりゃそうだよ。こうやって手打たれた、はい、ああそうかここに来たらじゃあこっちにしとくかとか、うん、こっちにしようかとか、うんまあ、そういう柔軟性は岡田監督は持ってるよね。そうですよね、はい、あとブルペン陣のことも記者さん聞いてまして、はい、ブルペン広島の時は左5枚いたが日本シリーズはというふうに聞くともうそれは普通に戻すよ。どっちか言うとオリックスは右打者の方が多いんちゃうか。広島戦は左が多かったから左投手を5枚入れとったけどな5枚も入れへんよ。左で打つのはそんなにおらんやろ。あ森がいてるか森宗あスイッチもおるもんな。あ外国人のスイッチヒーターゴンザレスもなまあ右もあとそんなにおらんもんなということでしっかり考えてんだよいろいろでやっぱちゃんとそうですね。だから本当にカープ戦は左を並べたというかね、はい、徹底してたというか、うんだからそういうことはもうしっかり考えてるよね、うん、カープ戦みたいに左をあれだけ入れるっていうことではなくて、はい、やっぱ右も盤面なく、うん、出れば杉本、頓宮、紅林、うん、中川もそうだな、まあ、ここら辺がポイントになってくるけど、うん、右はね、はいまあ、左だったら森、はい、ゴンザレスのバッティング見てるとそう警戒してもしょうがないなって思うし、うん、スイッチだけどね。あそうですよね。で胸もねやっぱこうちょっとムラがあるんだよね、うん胸なんていうのは右も左もあまり関係ないけど、はい、気分が乗った時には、うん、乗らない時には、うん、っていうようなそういう選手だから、うんまあ、右も左もあんまりそんな気にする必要もないと思うんだよね。出すピッチャーやっぱいいピッチャーを当てりゃいいってそう思っておけばいいと、うん、じゃあやっぱりクライマックスシリーズでのブルペンのその左とやっぱり日本シリーズでのブルペンでの左右の比率っていうのは全然変わってる。いやもうバランスを整えると思う、うん、カーブの時はあの左っていうのに重きを置いたけど、はい、もうバランスよく配置すると思う。そうですよね、はい、あとはラッキーボーイを以前いらないというふうに言っていましたからやっぱシリーズ男が出てきてほしいっていう思いはありますよねと伺うとあいやいや打ったやつがシリーズ男まあそりゃそうだ可能性があるというかな試合に出ているやつはみんなシリーズ男になる可能性あるからなということで。いやだからそれは限定的にそうやってそりゃそうやなって答えると、うんじゃあ誰になりますかって言われるから、うん、打ったやつがシリーズ男よって言っときゃ、うん、もう後の質問はなくなるから
それはそのぐらいの上手にいってるよ記者さんより。そうですよね。そうか。あとクライマックスシリーズでは打線の当たりが止まっていた、これ状態どう見るか打撃練習ではわからないと思うんですけどいかがですかと問うと、わからへんよ、だからわからへんと思いますけどって言うけど、わからへんって言って、だからバッティングは水もんやって言うやん、練習では調子いいですけどってのを試合で打たんと何にもならんからな結局パッターは、ということで。でもやっぱり練習もしっかり見てますよね。いやいや、岡田監督がね練習をビシッと見てるから、取材行った時でもレフトから入ってきて、はい、ずっとなんかピッチャーの方を歩んで、うん、センターの定位置よりちょっと前からゲージ2つをじーっと見てるし、うん、でやっと俺らのとこ来てくれたという、はい、だから練習は欠かさず見てる、見てますよ、ね、うん、ただクライマックスシリーズ、うん、ファイナルでね、はい、そんな打てなかったけども、うん、前の動画とか今言ったけども状態は俺は上がってくるというふうに見てるから、はい、まあ、ただピッチャーがいいだけにね、状態が上がっても打てるとは限らないけども、はい、カーブの時よりはバッターの状態っていうのはいいと思う、上がってくるっていうことですね。あとまあ初戦は大事と言いますが、初戦で終わるわけじゃないですもんね、そら全然だって3つ負けられるわけやろ、絶対負けられへんっていうのがあったからな、クライマックスの方はと、それは日本シリーズの方が全然楽だよ、だって3つも負けられるんやで、って3つまでやな、第1戦が終わったらそこで第2戦は対策を練って、また新しいことをやるかもわからないし、違うことをやるかもわからんし、そこでやられたら3戦目はまた違うことができるやんか、ということで、そのクライマックスシリーズよりもクライマックスは3つ負けれるんだよ、うん、やっぱり本来、あ、まあそうですよね、同じですよね。いや、ただ、うん、シーズンを勝ち抜いたという意味では、はい、阪神が、うん、絶対負けれないという気持ちにはなるよな、うん、ただ両リーグのトップが争うわけだから、はい、これは負けていいとは言わないけど、うん、思い切って戦えるという、はい、だから負けてもいいっていう、うんうん、参戦はね、はい、そういう気持ちになれる、素直に、うん、ただクライマックスで負けて仮に日本シリーズなんか逃した日には俺はなんで1シーズンどういう戦い方だったんだみたいな、何だったんだって思うよ、思いますよね、思うよ、そっちの方が苦しいですよね。だからそういう意味ではクライマックスファイナルの方が苦しくて、日本シリーズだったら集中できるというか、そういうことは度外視して、はい、そういうことを言ってるんだと思う。そうですよね。で、まあ、3つ負けられるんだから、よくその初戦で負けたらもうダメなんじゃないかっていうなんかムードではなくて、じゃああと2つ負けられるんじゃんみたいな、 その気持ちの楽というかポジティブさっていうのがその表現に表れてるのかなっていう。だから負けてもいいと思う試合は作りはしないと思うけど、途中からやっぱこうリスクは伴わないどこっていう試合は、まあ、出てくるかもね、岡田監督の戦い方だとね。そうですよね。で、勝てるっていう試合はもうリスクを背負ってでもどんどんつぎ込んでいくというかね、まあ、そういうことはすると思う。いや、日本シリーズに向けてのね、いつもこの記者さんと岡田監督のこの一問一答語録が楽しくて、まずな、いや、岡田監督は味あるよな、勝利監督インタビューからね。でも珍しかったのが、あまりその選手の固有名詞聞かれてもあげない監督が、そのクライマックスシリーズの最後勝った時に投打の MVP 誰ですかねっていうのを固有名詞言ったっていうのが、まあ、珍しかったなと思って、まあ、はい、まあでも試合見ててボケるわけにいかんから、誰やろな言って言うわけにもいかんし、まあそこら辺はまあ活躍した選手だから、先輩をねって言うんだったらあれだけども、勝ちに貢献したっていう一番大きかったっていうのを感じた選手を言ったんだろうと思うけどね。そうですね。まあそのぐらいは許してあげないよ。確かそうですよね。珍しいけどな。珍しかったですよね。一戦一戦戦うごとにこの一問一答の岡田語録が出てくると思うので、まあそうだな、はい、それもちょっとね、まあ、楽しみ、ちょっと拾ってみたい、拾っていきたいですよね。はい、はい。